どうもこんにちは、増田慎吾です。大坪克久です。今回の1月号に掲載されている我々の物件は、こういう旗竿の敷地になっています。道がこっち側でアプローチが20メートルぐらいあって、で、比較的大きめな、敷地がその奥にある、そこに、既存の築45年の、鉄骨の住宅と、あとその向かいに、離れが建っているという、既存の状態で、そもそもその建っている建物で生活自体は、その断熱性能を強化すれば行えるんじゃないかということで、どちらかというとやっぱりその家からその庭側にどういうふうな、関係を持って、もうちょっとこう家全体として生活全体として、どう荒れるか、そういうようなことを、考え直すという、物件になっています。で、我々は、その大きい南側の庭と、母屋と離れとで余ってるような小さい庭をつなぐ、その間にあるその軸線上に外廊下を作っていくっていうことで何かいろんなことができるんじゃないかと思い、ここを設計、の重要な場所として見ました。この建物は、4本の柱 と、階段に使用できる、ブレース、敷地、目いっぱいに広がる、屋根と、雨どい2本の雨どいで構成されています。で、この既存の建物たちは、必要に応じて、離れなんかは増築され作られていって、そういったそのバラバラした状態っていうものを、動線だったり、生活模様っていうものをつないでいきながら、何かこの敷地の広がりというものを、そこに感じさせるような、設計を目指しました。ぜひ実際の紙面を手に取って、詳しく読んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。